Ooh, that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion. Loving is the potion.ボンジュガトゥースということでですね、今回も人参のですね、大きく3つ目ですね、今回は。人参について語った動画がですね、ロングバージョンで 1,2,3 個あって、その中の、3つ目の中からですね、切り取って、そして最後にですね、新情報を加えて、再アップと。ということで投稿しています。で、今回はですね、その人参さんではこういったことを話しています。まあ、保存方法とか、まあ、特筆すべき成分とか食べ合わせとか、そんな話をしますね。で、ちょっと技術的な、パターン、テーマではですね、人参の葉っぱの利用方法ですね。よく、まあ、公邸料理人とか、プロの料理人さんがどうやってですね、人参の葉っぱを使っているか、それをですね、紹介してます。はい。で、最後にですね、食品食材紹介コーナーとしてはですね、チーズ、カマンベールドノルマンディをですね、紹介しています。はい。ということでですね、まあ、これを各種ね、切り取った動画も過去に出しているんですが、まあ、毎日投稿、ショートも含めて毎日投稿しているということで埋もれてしまっているので、まあ、今みたいにですね、再アップ、新情報を加えて、投稿しているというところです。はい。ということで、今回はですね、特筆すべき成分、ここをですね、切り取って、この後流したいと思います。で、その後にですね、最後に新情報を語って終わりたいと思います。はい、ということでいつも通りですね、押すだけですのでいいね、よろしくお願いいたします。はい、それでは本編どうぞ。で、効果効能への期待ってあります。これですね、薬用にするのは主に、根の部分。まあ、薬用っていうのは、要は漢方とかそういう、話ですね、薬とか、にする場合は、葉っぱとか茎っていうのもかなり栄養はあるんですけれども、主にやっぱ根っこの部分、オレンジ色だったり黄色だったりする、普段僕らが食べるですね、肉質の、多い部分っていうのを薬用にします。二つ目ですね、消化不良、下痢、咳にですね、薬効があると、まあ期待できますよってことですね。で、一日の人参の摂取量の目安っていうのは、生で測った状態で 30g ですね。それを、加熱したりとか、まあ生で、サラダとして食べたりとか、ジュースにして、摂取するとか、飲むとかして、そういうのが最低限の量だったりとか、目安っていう部分ですね。その後も量の話出てくるんですけども、現実的に、考えられる限りの大量の量を取ったとしても、そこまで体に影響はないので、30g っていうのは目安とは言いつつ、最低限と思ってもいいぐらい、摂取してもいいです。それほど体にもいいです。で、体質に関係なく利用できますと。で、お腹のですね、張る人とか下痢の方にはやっぱり、効果が期待できますよと。調子が良くなる、予防できるっていう、まあ、ことが期待できますよってことですね。で、次、カロテンについて、3個ぐらいあるんですけども、これ一気にいきたいと思います。流通の多い野菜の中ではカロテン量がですね、断トツに多いということですね。で、ベータカロテンは体内でビタミン A に変わると。で、カロテンは、活性酸素を抑制してくれると。活性酸素から体を守ってくれるということですね。流通量が多い野菜の中では本当にカロテン量はダントツに多くてですね、これじゃあカロテン量は何かっていうと、まあ、体内でビタミン A にも変わるってあるんですけども、まあ、免疫力が、高くなったりとか、もちろん、癌とか動脈硬化、心臓病とかっていう、まあ、生活習慣病に対しての、かなり薬効効能っていうのが期待できる成分の一つということですね。で、このカロテンに注目して、いろんな食べ合わせ、この後も紹介しますけど、すると、かなりやっぱり体に、いいです。活性酸素から守るような効果も、非常に期待できるような食べ合わせとかもあるので、まあ、引き続き見てみてください。で、リコピンっていうものも、多くですね、強く、影響してきますと、含まれてますよってことですね。で、これも同じく抗酸化作用ですね。が、期待でき、抗酸化作用があってですね、粘膜を正常に、保ってくれると。要は目とか鼻とか、皮膚ですね、を正常に保ってくれるということで、まあ、美肌とか、この後出てきます。美髪効果とか。
いうのが、期待できますよということですね。で GI 値が高いので、糖尿病の方はちょっとみたいな、記述があるんですけれども、まあ、GI 値っていうのはこれグリミックインデックス値って言いまして、まあ、グリードアイランドじゃないですね、グリミックインデックス値ですねと言いまして、というのは、まあ食品を摂取して、それが体内で吸収される率の指標を示したものの値でして、まあ、例えば人参を食べますと、で食、摂取してから2時間以内にどれだけその人参の中の糖分っていうのが体の中に、浸透しやすいかとか吸収率が高いかっていうような話なんですね。でその吸収率が高いと、まあ、GI 値が高いと。でそうすると例えば2型糖尿病の方とか肥満の方、過体重の方とかに、おすすめしませんよっていうような話なんですけれども、この GI 値ですね、こういうような糖尿病の方はあんまりちょっと人参は GI 値が高いので、あまりおすすめしませんみたいな記述があるんですけども、これは一つの説と言われてます。説っていうぐらいなので、最近の言葉で言うとですね、エビデンスっていうものが低い、なのでまあこれはちょっと信憑性が低いんじゃないかということで最近見直されているということなので、先ほども言ったみたいに、1日 30g これは最低ラインとして見てもいいかもしれないってぐらいですね、本当に信じられないぐらいの量を1日に食べたりとか、信じられないぐらいの量を毎日食べて、それを数年間、10年間、数十年間続けるっていうようなことをしない限りは、まあ、体にそこまで影響はないんじゃないかって、言われていますので、まあ、気にせず、食べてみてくださいということですね。で、体質に関係なく利用できってさっきも言いましたけども、本当にいろんな方気にせず食べても全然体に影響ないと、むしろ食べた方が健康にいいって言われてるぐらいなので、ぜひ食べてみてくださいということですね。で民間療法で、口内炎や扁桃腺の、予防とか炎症に効くって言われてるような、民間療法がありますと、っていうのはですね、今回は葉っぱとか茎ですね、これを細かく刻んで、まあ、30g ぐらいですね、細かく刻んで 600cc、600ml のですね、水に入れると。でそれを半分まで煮詰める、要は 300cc まで煮詰めると。でそれを冷ますと。で冷ましたその液体でうがいとかすると、この口内炎とか扁桃腺の炎症に効きますよって言われてたりとか、お風呂に入れて入るみたいな民間療法があるらしいですので、まあ人参買った時に葉っぱとか茎とかついてきてる場合ですね、ちょっと試してみるのも面白いかなと思います。はい、本編見ていただいた方もですね、飛んできていただいた方、タイムスタンプでですね、飛んできていただいた方もありがとうございます。はい、本編の特筆すべき成分とか、そういったところの話で GI、ですね、グリセミックし、インデックス、これの話をしていると思います。でこれをもうちょっ と、細かく喋っていきたいと思うんですけれども、まあ、これはですね、まあ、食品に含まれる、そうですね、糖濃度を測ったですね、ものです。食品に含まれる糖質の、まあ、吸収度合いって言ったらいいですかね、を、表して示してですね、まあ、摂取2時間以内、その食品を摂取した2時間以内で、血中濃度を測って、糖濃度を測って、っていう出される数値のことですね。はい。で、そうですね、オーストラリアのシドニー大学とかでも、だいぶ前にですね、この GI 値を測ってですね、3つの分類に分けましたと。で、GI 値が70以上のものですね、これを、高 GI 食品とかって言って分類していると。で、中程度のものはですね、56から、69、値のですね、という数値のものを、中 GI 食品と、言ったりしますね。はい。で、低 GI 食品ですね。55以下の、値を出したものを低 GI 食品として、まあ、押し出していると。で、これが1990年代あたりからですね、結構広まってですね、脚光を浴びたんですね。で、1998年にですね、FAO とかですね、WHO が、まあ、ちょっとレポートを提出して、まあ、こう、前面に出していたと、いうところですね。
まあ、さらにですね、2003年にはですね、まあ、WHO からですね、過体重、肥満、2型糖尿病ですね、これのリスクをこの低 GI 食品が、まあ、この軽減させてくれる、低減させてくれるっていうようなレポートも出してですね、発表したんですね。まあ、その後様々なですね、研究とかいろいろ行われて、まあ、各種食品メーカーとかがそういう低 GI 食品を作ったりとか、低 GI の食材をこう、まあ、押し出して何か、アイデアを出したりとか、そういったことが流行っていますね。で、これは何かっていうと、現代人ですね、まあ、もうずっと前から言われていることですけども、まあ、こう増加し続けているですね、まあ、その肥満、糖尿病とか、メタボリックシンドロームとか言われるですね、現代病みたいなものがあるんですけれども、まあ、これをですね、要は低 GI 食品を摂取することによって、まあ、減らしていきましょうよというところで、その予防改善の観点から、注目されていたというところなんですね。注目されていたと、1990年代、1998年とかね、2006年とか、いろいろ2003年とか6年とか、いろいろ動きはあったんですけれども、でも未だにこうやって喋っていて、GI 食品って何とか、低 GI 食品って何ってやっぱなるってことは、そこまで浸透してなかったということでですね、これをきっかけにですね、皆さんも低 GI 食品とか、ちょっとね、スーパーとかで見てみるのも面白いんじゃないかなと思います。はい。ということでですね、今回は、グリセミック、インデックスですね、GI。これについてちょっと深掘って喋ってみました。はい。ということで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。アラポコシェノフォア。はい、ということで、動画を最後まで、見ていただいてありがとうございました。よろしければ、いいね、高評価ですね、するとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたら、ぜひ書いてください。あとですね、工程料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ、何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、アラポコシェノフォア。